タマンモス山下です。早速なんですけど、今日の企画は彼女にドッキリを仕掛けたいと思いまーす。よいしょー。実はですね、彼女と遠距離しててね、最近全然会えてないんですけど、なのでちょっとね、ドッキリを仕掛けたいんですけど、皆さんここがどこだかわかりますか？なんと彼女の家にもう来てるんですよ。そう、彼女の家に侵入してめちゃめちゃ驚かせたいと思いまーす。それでは早速隠れる場所を探したいと思います。それでは早速このクローゼットの下に隠れたいと思います。本日、新宿区のアパートの一室で男女二人が死亡しているのが見つかりました。殺人の疑いで人気お笑い芸人、豚マンモスの山下大輔容疑者を現行犯逮捕しました。殺害された女性は、ストーカーされていると警察に何度も相談していたようです。警察は男女間のトラブルがあったとみて、詳しい動機や経緯を調査中とのことです。